フォルクライダーの宮田恭平です、いきなり笑ってるって自分が使っているモデルはレボルト95この板ですね。ダダリーのシグネチャーモデルになります。グラデーションがだいぶ今年は魚を意識したグラデーションになってて、まあ、ところどころこのちょっと見えづらいかもしれないですけど光の加減でデザインがこう隠れて入っているところがあるんでそういうところをちょっとチェックしてほしいんですけど、まあ、この板の特徴としてはノーズとテールがロッカーになってここは普通のキャンバーになってるんですけど、まあ、だいぶ使いやすいです。あとはまあこのバター系結構する人も多いと思うんですけどしやすいです。すごくやっぱノーズとこのテールがロッカーになってるんでその分体重がかけやすくて思った以上にバターできちゃうみたいな時もありますね。まあ、自分体重がまあ77とか6なんですけど、まあ、全然いける板です。こんな感じですかね